回は夏休み自由研究スペシャル。夏休みもあと2週間。自由研究に役立つ振り子を使った面白い実験を紹介しましょう。こちらにこんな振り子を用意しました。重りの部分がカップでできています。カップの底には穴が開いています。栓をして砂を入れます。この振り子は横にもそして縦にもどちらにも振れる仕組みになっています。では線を取って振らしてみましょう。不思議な模様になった。綺麗な模様ができました。これはリサジューズ形と呼ばれています。実は縦方向と横方向の揺れる速さが違うことでこのような図形ができます。そこで結び目の位置を変えました。縦横の速さの割合を1対2にします。縦に1往復する間に横に2往復する動きです。では実際に動かしてみましょう。数字の8のような模様になりましたね。今度は結び目の位置を変えました。これで速さの割合は2対3になります。ではやってみましょう。アルファのような形になりました。このように縦横の揺れる比率を変えると図形が変わっていくんです。今度は縦横の速さの割合を3対4にします。さらにカップの中に様々な色の砂を入れてあります。ではやってみましょう。面白い。このようなカラフルな図形も作れますよ。結び目の位置をずらし縦横の揺れる速さを変えると図形はどうなるのか観察してみましょう。明日のあなたがエネルギーで幸せになりますように。合言葉はハピエネス。